続きまして、こういう日本の国力近代化がなぜ、可能だったのかということについて、朝鮮やシナにできないで日本にだけなぜ可能だったのかということの背景について、その背景の要点を12項目挙げたいと思います。こういうことがありますね。まず1、地政学的に日本は恵まれていた。島国であった。で、世界一荒い海、玄界などが周囲にあった。黒潮という非常に強い潮流が流れていた。だから日本に、押し寄せてくるのは鎌倉時代のフビライの軍隊だけですわ。それ以外に大規模な侵略を受けたことがない。これがまず1点。したがって常に独立国で折れた。これ大きいですね。どっか他国に侵略されておったらね、独自の文化も芽生えないです。育たないです。朝鮮見てください。独自の文化あります？何にもないでしょう。あるのはキムチか、ビビンバ、ね、キーセン、あるいは、韓流ドラマ、その程度ですか。韓流時代劇なんて嘘800やしね。3つ目、同族的閉鎖社会であったこと。これなんか悪いことのように聞こえるでしょ。同族的閉鎖社会、つまり村社会であったということ。悪いばっかりはないんですよ。文化とか あるいは経済が発展していく途上で、これが必要な要素なんです。それは取引とか商工業の発達を促すからですね。通貨になるわけですよ、互いに。いちいち質面倒くさい、その説明なんかせんでも進むということがありますね。4番目、封建社会の下地があったこと。これは前回ちらっと触れましたけれども、封建社会というとなんかものすごいマイナスイメージあるでしょ。けれどもそうじゃないんです。封建社会の経済的な基盤っていうのは何ですか？地方分権です。独立採算制で各藩がそれなりの、経済運営をしなければなりませんね。独立採算制で地方分権、これが一番のポイントなんですよ。封建社会の経済的な特徴っていうのはそれなんです。したがって独立採算で地方分権やったらどうなります？コミュニティがかっちりできますよね。各村、各村で各村の運営は村の長老たちが集まって合議制で行われた。これは民主主義の原型じゃないですかね。日本の民主主義は西洋から学んだけど、そんな嘘っぱちですわ。全くの嘘。江戸時代から日本に民主主義はちゃんと根付いてたんですよ。しかも、銀行の走りまであったんですよね。しかも驚くべきことに商品先物取引、これは日本が最初に開発したんですよ。世界に先駆けて。そやから初歩的な資本主義形態はすっかり整っていたんですね。5つ目、260年間の太平の世、つまり鎖国に
の中で民族的特質が育った。この間もオリンピックのスピーチでね、おもてなしっていうのがあったんですが、日本独自のそういう細やかな人情風俗が育った。だから鎖国を悪いことのように言う人もおりますが、あの何でもね、物事は一面的に捉えたらダメなんですよ。悪いとこもあったでしょ、そら鎖国で世界から目を閉ざしてというとこがあったかもしれません。そやけども、ええー、とこも見やんとどうするんですか。そんなもんガキみたいなこと言わんといてくださいよ。それから商工業が発達した、貨幣流通が始まった。当然あの商人階級増えますよね。商人階級増えたら何、どういう利点があります？彼らは読み書きそろばんできんとあかんのですよ。大不調つけなあかん、売掛金請求書作らなあかんね、帳簿もつけなあかん、読み書きそろばんが必要不可欠になったんですね。したがって江戸時代の大都市ではね、識字率が 80% っていうのはこの間僕が申し上げた通りです。驚くべき数字でしょ。ね、18世紀の終わりから19世紀の初めにかけてですね、識字率が 80% というのは、これは経典同時、全世界見渡したとしても日本だけしかないんです。これはしたがって寺子屋が全国つつ裏裏に、非常に盛んに行われました。寺子屋が行われたというのはね、百姓町人まで文字を習った、漢文の素読ね、詩の玉枠学んで時にこれを習えばっていう、ああいうふうな素読ですわ。素読から始まって習字、計算、これがみんな寺子屋で行われた。これも前少し言いましたけれども、この識字率が高かったということが、ね、幕末の流血を防ぐことができた一番の理由なんです。それはもう一度申し上げますが、流血が多いというのはみんな不安になるから流血になるんですよ。必要でないところの武器取って戦っていくから。ちゃんとした情報があれば、ね、相手はこういうことを言うとって、こっちの主張はこうなんだということでやね、ちゃんとした情報があればわざわざ武器を取って戦う必要はないじゃないですか、ね、識字率が高かったということはそれだけプラスやったんですよ、日本はね。7つ目、均質的な民族性。日本人は本当に世界で一番ホモジーニアスな、ホモジェナスな国民だと言われますね。金太郎飴みたいにどこ切っても同じ顔してる、同じ反応しかしないっていうのは、これは盛んに世界からけなされておりますが、けなすばっかりじゃいかんでしょう。それはもちろん欠点もありますが、欠点もありますよ。すぐに意思が通じるということです。団結しやすいということです。それから8つ目、この間も言いました、強固な哲学あるいは宗教的な基盤がなかったということです。それはどういうことか。外来思想が受け入れ、たやすく受け入れることができる。ね、織田信長にしても盛んに受け入れましたよね。海外からのものを、海外からの思想を、キリスト教まで受け入れましたね、織田信長は。後に豊臣秀吉がそれ禁止しましたけれども、
ね、あれはキリスト教が天皇より偉いなんて言い出したから、これは危ないということで禁止したんですよ。国民的特質である、9番目ね、国民的特質である順応性。順応性、つまり新しいもの好きでしょ、日本人は。何でも新しいもの飛びつく。ね、あ、これかっこよさそうやな、良さげやな、言ったらすぐ飛びつくでしょ。非常に軽薄や言うて、前勤める人おるんですが、私はそう思いませんね。非常に、オープンマインディッドなんですよ。シナとはえらい違いですよ。ね。シナ人は仲介層があったために、そういうことできないんです。10個目、宗教が世俗化していたこと。政治よりも宗教が弱かったですね。政治の上に宗教はなかったですね。政治の下にありましたね。仏教なんてええやないですか。ね、宗教がその政治に口出しやったこと、まあ、昔、織田信長の時代に口出しやったために、比叡山焼き討ちなんかされたわけでしょ。それ以来、宗教界がシュンとおとなしになったんですよ。これが良かったんですね。11個目、武士階級の比類なく高い道徳性。これはもういくら強調しても強調しすぎることないですね。どこにあります？世界中の支配階級が自ら権力を投げ出した国っていうのは、そして近代化をした国っていうのは、自ら投げ出したんですよ。無理やりむしり取られたんじゃないんですよ。自ら投げ出して新しい国のために自らの特権を天皇陛下にお返しした。こんな国他にないでしょ。あったら教えてください。だから彼らは百姓町人にあれほど尊敬されていたんですね。貧しいのにプライドは高い。しかも約束を守るために命を懸ける。後の日本人のその美点である約束を必ず守るという美点はね、武士階級から我々に授けられたものなんですよ。人斬り包丁を日本刺して振り回しとった、そんなアホな武士がなかったんですよ。ある話によるとね、外で人前で大刀を抜いた経験のない武士っていうのが大多数やったんです。8割9割やったんですよ。あれは侍の権威だけを表しとったんですね。はい、12個目、これもこの間言いました。超伝統的な存在である天皇家があったということです。神武天皇以来2670数年間、73年間ですか、一つの家族が日本国民を統治してきた、国民を統治してきた、そんな国はどこにもありません。だからこの以上の12の奇跡的な条件があったために、日本は他のアジア諸国と比べてですね、比較的たやすく近代化できたんですね。ベルツというドイツ人の医者は、日本はわずか50年で西洋の文明を盗んだという悔し紛れに言うてますが、そうじゃないんですよ。もともと日本にはそういう文明があったんです。ただちょっとその下地にですね、西洋の服を着ただけ、それでも近代化できたんですね。はい、以上が2度目、2回目の結論でした。